なんか変な音だったぞ。今ね、ブルーグミラーに入ったばっかりだからね、うん、まだ最初の曲しか弾けないけどいろいろ。すげえね、音符がちっちゃい。あ、おはようございます。おはようございます。イエーイ、今日は3時間授業で早く帰れる。帰れたら、お、もしやチョウだ。チョウ、あ、スクイーズだ。あとポーチも、チーポーね、パパの朝ごはんは焼きそばみたいな。辛い、辛い、はいはい。野菜生活、青森りんごミックス、超美味しい、それ。イエーイ。あ、間違えた、超美味しい。どれだけ美味しいの？超美味しいね。あ、花火だ。出します。わっ、あ、かわいいキャンディーポーチ。お、じゃん、かわいい。なんか本物の袋っぽい、これキャンディー。裏はファスナーになってます。中もキラキラしてる。ほんとだ。いただきます。裏はこんな感じ、スクランブルエッグだよ。本物っぽい、これ本当に。こんなキャンディーの袋あるかもしれん。ちーちゃんのパンスクイーズ。あ、気持ちいい。低反発、高反発、多分高反発。ディジーディジー、気持ちいい。ご飯と一緒に。わかんないかもしれん。自分の作ったスクランブルエッグ、いつも美味しい。すごいね。今日はママのも作ったんだよね。うん。母ちゃんの目玉焼きはパパが作りました。パパは目玉焼き職人でございます。意外に美味しいぜ、皆さん。辛い。本当に辛い。急いで食べなきゃ、うん、絶対それみたい。何？早く組む。せっかく君がね、連れ去られたところで終わったら。何？連れ去られる？誘拐されたの？そう車で、でその後にプチって切れた。まあ、チサっていう人が多分そういう計画を立ててたんだと思うけど、うん、でもあの計画やめてって言ってたよ。うん、チサが計画立てて、その仲間にやっぱりあの計画は中止してって言ったのに仲間がやった。ああ、あるよくあるパターンだね。怖い。計画立てた人がいい人になったんだけど、一緒にやってた人がどんどん悪くなって、うん、いや私はやめないわ、うん、かわいいね。これ飴入れ違うの？キャンディーポーチ飴入れでしょ。でもペラペラだね。結構中身結構入りそうだよ。うん、付録ってこの2つ？うん、なんかドリチケがついてる、そういえば。ん？何？よく見たらドリチケがついてる。うん、うん、なんだこれ？どこに付録あると？あ、おいしい。あ、ここプリプリ終わった。お、ほら、夢オールスターライブの壁紙模様色コインがある。QR コード読み込んでゲットするの？そう。キューティースティックス、やば。おぉ、この次ので、ドリチケはどこだ？ないね。ま、これは限定だということで。ないの？スイーツ怪盗バニラムーン面白いよ。面白いよね、シナモンが出てくるやつ。でも優しい人なんだよ。泥棒が何かを盗んだらそれを取り返して、うん、俺スイーツに変えるんだ。そう、違う、取り返して、うん、その泥棒にお礼かなんか分からんけど、代わりにスイーツをあげて、その盗まれたものを本人に返す、奪い取ってクッキーみたいな。
お菓子をポイって投げて。ああ、そういうことです。そういうこと。OK Google、今日の天気は予想最高気温24度、最低気温15度で雨のち晴れでしょう。福は現在20度、晴れです。ねえ Google、リーマンショックって何？ウィキペディアでは、リーマンショックは2008年9月15日にアメリカ合衆国の投資銀行であるリーマンブラザーズホールディングスが経営破綻したことに端を発して、連鎖的に世界的金融危機が発生した事象を総括的に呼ぶとされています。だから、自動車のなんか生産台数が2008年でこうなってたのにガクンって下がってたの。時間大丈夫？絶対早く帰ってから背書き見る。ねえ Google、なぞなぞ出して。それではなぞなぞ、超簡単な問題です、はい、くっついたらなかなか離れないキスってどんなキス？くっついたらなかなか離れないキスってどんなキス？何？ではシンキングタイムです。はい、答えて二人どう？わかんないよ、キス？キスだね、キスだよ、キス。くっついたらなかなか離れないキスってどんなキス？答えはホッチキスです。ねえ Google、モノマネして。はい、ちょっと怖い猫のモノマネいきますね。ちょっとでねえよ。それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。行ってきます。よっしゃ、午前中で終わるぜ。おはよう。おはよう。おはよう。いいな。わ、赤、青、赤。赤。あ。ダメでしょ、そういうことしたら。はい。ポイしたらダメだ、銀ちゃん。あ、ポイしたの？あーん、銀ポイった、好きなの。あするんですか。ああ、よかったみたいな顔してる。